レッド、どうかな？ティファはクジラのようにおおらかで、エアリスは巻き貝のように巻き巻きだな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。まあ、かあ、緊張感ってもんがねえぜ、まったく。お待たせ。クラウド、どうかした？え、ああ、いや、ここはその日差しが強い。気をつけろ、焼きすぎると痛い。あとでな。日焼け対策は万全かな。あ、オイル塗りっこしちゃう？おい、道開けろ。おい、下がって。王女くん。おお、なんだ君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。それよりこれから私の見せ物が始まる。君も参加するかね。もう待って、楽しみ。どうだ、私の助手にならんかね。生活はシンラカンパニーが生涯保証しよう。どうしよう。今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の創造だ。さすが博士。英雄には万人がひれ伏す美しさが必要なのだ。英雄は資質や功績だけではなく。君も呼ばれてきたのだろう。何の話だ。自覚がないのか。見たまえ、君の兄弟たちも集まってきたぞ。あ、な、並べろ。はい。何する気だ。さあ、実験ショーの開幕だ。
手まで捕獲できるとは改めて歓迎するよエアリス。Thank you.
ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。他人を憎む気持ちは誰にだってある。気にするな。私は気にしちゃうな。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと手伝う。頼もしい。戻ろっか。その時の気持ちで決める。そうだね。その時はよろしく。ああ、ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい。